青貫蜜水は、スズメ目蜜水科に属する鳥類の一種である。別名青顔蜜水、バナナバードの俗称でも知られる。本種は、青貫蜜水族エンタマイザーン唯一の種であり、ハチマキ蜜水族マリスレプテスに分類される。蜜水類と最も近縁関係にある。一般に三ア種が認められている。全長約29.5センチメートルで、 蜜水類の中では大型である。羽衣は、上面がオリーブ色で、仮面は白い。頭部や喉は黒色で、後首及び頬の線は白色である。死有同色。成長は、顔の両側に青色の裸側部を持っており、幼鳥はその裸側半が黄色や緑色であることから容易に識別される。青面蜜水の成長を明けた森林や草林。 公園、庭園などに生息し、オーストラリア北、東部及びニューギニア南部では普通種である。それら分布域の各地において流暢とされ、それ以外の地域では局所的に移動すると考えられている。また、本種の餌は主に無脊椎動物であるが、蜜や果実も捕食される。繁殖では古いオーストラリアマルハシ類の巣をそれらに代わって、 修復して使うことも多く、メスは巣に2個もしくはまれに3個の卵を産んで、放卵する。アオツラミツスイのアセイチョウアオツラミツスイは、1801年に、イギリスの鳥類学者、ジョン・ラサムによる、著書サプラメントム・インディチス・オーナサロジェサイ、サイブ・シスタマティス・オーナサロッチに、初めて記載された。しかし、彼は本種を、外見からいずれも、同一の鳥であるとわからないまま、 別個この三種、ブルー、イヤードクラッケルブルー、チークとビーイーターブルー、チークとスラッシュとして記載した。1788年から1797年の間に、ポート・ジャクソンの画家として知られる、芸術家集団の一人であるトマス・ワトリングによって、本種はブルー、チークとビーイーターとして描かれた。本種は1825年に、ウィリアム・スウェインソンによって提唱された。 青面ツ,ツ水族エンタマイザーンに、ブルー、フェイスド・グラッケルという食中のその属唯一の構成種として再分類され、それはより小型のミツ水類と、ウロコ風鳥族ティロリスのウロコ風鳥類との間に置かれた。その俗名は、古代ギリシア語園と、イプシロン・ニュータウ、内側とマイズン、ミュー、プシロン・ゼータイプシロン・イオタニュー、ノム、スによる。種商名のサイオン・オーティスは、 青い耳を持つの意であり、シアのカッパウプシロンアルファーニュー、青とラテン語のオメガタウ、耳を訳してギリシア語の俗格オス、ウプシロンを備えたオーティストの組み合わせである。スウェインソンは1837年の出版物にその俗名をエントミザと綴り、ジョージ・グレイは1840年にエンタマイザと記した。青ツラミツスイは一般に 青面蜜水族唯一の構成種とされるが、その羽衣はツ水類のハチマキツ水族マリスレプテスとの類似性を示唆している。それはグレンストによりその属に分類されているが、他者は耳だれツ水類ないし、ツ水鳥類により密接な関わりがあると考えていた。2004年の分子研究では、それがやはりハチマキツ水族マリスレプテスに近いことが判明した。 分子時計の推定値では、青面蜜水は、中心4時代、1280万年前から640万年前のうちに、ハチ鉢巻蜜水族マリスレプテスの蜜水類から分岐したことを示している。青面蜜水はそれらに比べて、かなり大きく、歯衣は、明色で、より群れをなす習性があり、顔の裸側藩が大きいという違いがある。分子解析では、 密水状化の宝石取りカパードローティデイ、トゲハシムシクイカアキャンサシデイ、オーストラリアムシクイカマルーアリデイに関連する密水類であることが示されている。初期の博物学者、ジョージ賞は1826年、本種をブルー、フェイスドハニーサッカーと呼んでいる。その他通称として、ホワイト、クイルドハナッターやブルーアイなどがある。クイーンズランド州北部では、 バナナの花や果実を採示する植生からバナナ、バードという属称が付けられている。クイーンズランド州中部のマッカイにおける地方名はパンダナスバードであり、それはいつもタコの貴族の木の周りに見られることによる。モーニングバードという名は夜明けに茂みにいる他の鳥類の前に鳴くことから呼ばれる。銀皮はクイーンズランド州奥地の民族語である。トマス・ワトリングは 地方の先住民族の名称では、デアローギャングであったと書き留めている。ジョン・ハンターは、ガガーックという語を残したが、この用語は、オーストラリアカタグロトビにも用いられた。ヨーク・ミサキ半島中部の3つの先住民の言語において、パコン語では、ユーウィーと呼ばれ、ミーニャは、肉もしくは、動物を意味する就職語であり、UW イカンガンド語及び、UW オッコラ語では、 ユルムで、インハマイナスは、肉や、動物を就職する。三アシュが認められている。元アシュ、e c サイオンオーティスガンのブッチが、高褐色の幼鳥、アオツラミツスイは、全長26から3 2トル、平均2 9 5トルの大型の、ミツスイ類で、成長の翌朝4 4トル、体重約1 0 5ム。全体的な形態として、 先端が丸みを帯びた幅の広い翼に中型の角を持つ。やや下向きに曲がった頑丈なくちばしは頭骨より短く、長さは3.0から3.5センチメートルである。くちばしの基部は単性色で、先端は黒い。足は緑黒色。本種は目の周りの羅出した青い皮膚によって容易に確認される。交際は紅白色。頭部と喉は 他の部分と違って黒っぽさが目立ち、後首近くともう一つ方に白い島がある。上面の上背痩せ、翼とも金色がかったオリーブ色で、初列および磁列右腹の縁は、暗いオリーブ褐色であり、下面は白い。巣立ったばかりの幼鳥は、頭部、顎、胸の中央部分は灰色で、上面は褐色であり、それ以外の下面は白い。次の幹部の後。 幼鳥はより成長によく似て、同じような歯衣を持つが、それらの顔のブチにより見分けられる。巣立ったばかりの個体の羅出した顔の皮膚は黄色く、時に目の先に青色の小さいブチがあり、また、6ヶ月からそれより月を経た個体の皮膚は、通常より緑色を帯びるようになり、そして生後およそ16ヶ月で成長の青い顔のブチになる前に、目の下が暗青色に変わる。 青面蜜水は、10月内し11月に関羽し始め、初列風切り葉に始まり、2月までに、それらを交換する。その体は、どこでも12月から6月に、またお葉は12月から7月のうちに生え変わる。特徴的な色を持つ青面蜜水は、羽衣が鈍い色な、ハゲ蜜水類やスズミ蜜水類、耳だれ蜜水類とは、配色において異なり、また、 同じような色彩の八巻蜜水族マリスレプテスに分類される蜜水類よりかなり大きい。飛翔の際、白い翼藩のあるアシュ、E.C. アルバイペニスは、カーキー、バックとブッチャーバードとも形容された。アシュ、E.C. アルバイペニス青面蜜水は、オーストラリア北西部のキンバリー地域から、東のトップエンド及び、クイーンズランド州にかけて生息し、 ヨーク岬から南に、クイーンズランド州東、中部に及ぶ、おおよそカルンバ、ブラックオール、カナマラ、カラウィンや国立公園を結ぶ線の東に見られる。ニューサウスウェールズ州には繁盛に分布し、ノーザンリバーズや、ノーザンテーブルランズ地域から、海岸沿いに、南は南部カヘッズにかけて生息する。それより、南のセントラルコーストやセントラルコーストには、 通常いないが、代わりに、グレートディバイディング山脈西部のサウスウエストスロープスや、リベライナ、そしてマレー川にかけて生息する。ビクトリア州北部では普通種であり、その分布域は、マレー川に沿って、南オーストラリア州南東部のボーダータウンまで、続いている。また、グランピアンズ地方でも見られ、特にストーエル、アララとセントアーノあたりにおける、 ビクトリア州南西部からの稀な報告がある。本州は時にアデレードに及びエアー半島より一例の報告がある。標高の分布域は海抜0メートルから約850メートルで1000メートルでは稀である。ニューギニアにおいてはインドネシアのパプア州の内南東端部にあるメラウケ及び東のパプアニューギニア南西部のトランスフライ地域にかけて生息する。また、 ある諸島において記録されている。青津波津水は通常その分布域、特にノーザンテリトリー、クイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州のほぼ全域において流暢であると考えられる。しかし一方で、多くの地域では、その年の時節において生息したりしなかったりするように捉えられるが、これは季節的なあたりによる移動というより、むしろ放浪性の移動によると考えられる。 ニューサウスウェールズ州中央部のウェリントンあたりでは本種が冬季にわたり記録されタルブラガーガーの周辺では秋により一般的に見られている。ニューサウスウェールズ州北部のインベレル周辺に周年生息する本種は1月から5月には東に6月から7月には西に飛んでいることが記録されている。クイーンズランド州南東部のジャンドエでは 本種は定期的に3月から6月に北や東に移動し、7月から8月に南や西に戻ることが記録され、春や夏にはその地域にいなかった。1983年から1997年の間に422羽の青面密水が移動及びその寿命の観察のために足輪をつけられた。これらのうち109個体が最終的に回収され、 107個体は足輪をつけた地点から1 0トルの範囲内であった。寿命についての記録は、クイーンズランド州中部のキンガロイで1990年5月に足輪をつけた個体が8年3.5ヶ月後の1998年9月に約2トル離れた路上で死んでいるのが見つかっている青面密水は、タウリンの乾燥工葉植物林、アけたソリン、パンダナスの茂み、 ペーパーバーク林、マングローブ林、水路、循環装置帯の湿性地域はもとより、市街地の公園やゴルフ場など至るところに生息する。ユーカリの占めるソリンの低木層では、青ツラミツ水は、トリオディアなどのイネ科の植物からなる場所で、最も一般的に見られるが、時に、クレビラやペーパーバーク、アカシア、クックタウンアイアンウッド、または、 ビリーゴートプラムなどの低木や小さな木より構成される場所にもいる。カカド国立公園でのある研究では、アオツラミツスイは、ユーカリやパンダナスの根校群落に生息するが、それぞれの植物の単一群落にはいないことが分かった。アオツラミツスイやアオツラミツスイの社会構造は、今まであまり研究されていない。ガイや家族群よび小さな群れに出くわすと、アオツラミツスイは、時に、 コシジロミツスイの群れと共に行動している。彼らは、高類、赤茶をまずくオーストラリア鬼格好のような潜在的な脅威に対して集団で偽攻撃する。また、共同繁殖のいくつかの証拠があり、繁殖するいくつかのつがいに1羽以上のヘルパーが記録されている。親鳥は、侵入者を映像場所から追い払うために、犬、袋を、オートカゲなどや、 ハシぶとゴいにも急降下して攻撃する。2004年に発表されたクイーンズランド州中部の森林が所々残る区域における調査では農業のためにその大部分を失った地域で青貫水ないし黒顔貫水がよく見られ減少する鳥類の種の多様性を示した。この結果はより小規模な区域において顕著であった。その研究では 信仰的な二種が生息するソリンの保存区域は多様性を維持するために20ヘクタール以上の広さがなければならないとしている。社会性を持つ鳥類である青ずミツ水は集団になると騒がしいことがある。集団在時の時、本種は柔らかくさえずるような鳴き声により互いに連絡を取り合っていると考えられる。マッカイでは、 一群が興奮したように泣いて聞いただけより10から12メートル上空に飛び立つと一見遊ぶように空中のカラバリーにも例えられるように飛び回っている。クイーンズランド州プロセルピナでは一羽が笠先笛ガラスの若鳥の真似をして遊ぶのが記録されている。青津波津水は水浴を好むことが報告されており15から20羽の群れが一羽ずつ水たまりに飛び込み 他のものは周囲の小に止まって羽繕づくろいをするのが観察されている。青ス水は様々な鳴き声を持ち、夜明け前の約30分の間には、キ、アウト、ウォック、クウィート、ピート、またはベイトと記されるような甲高い声を発する。一日を通して、飛翔中には鋭く耳障りな声を上げ、モビング時には騒がしく泣き立てる。その鳴き声は、 コシジロミツスイのものにも例えられるが、より低温である。アオツラミツスイは、ヒナや、家族の周りにおいては、穏やかな鳴き声を発する。アオツラミツスイは、通常、七羽までの将軍で、子立ちの枝葉に入って、餌を探す。時に、最大三十羽個体にもなる、大きな群れも報告されており、また、本種は、ヒメハゲミツスイとの祭事根群に認められることがある。 それらの食事の大部分は、ゴキブリ、シロアリ、バッタのほか、キジラミ、カイガラムシ、カメムシ、それに、キクイムシ、コガネムシ類、コメツキムシ、ゴミムシダマシ類、ハムシ、テントウムシ、ゾウムシのような甲虫類のほか、ハエが、ガ、花鉢、アリ、クモなどからなる。小さなトカゲを捕食することも報告されている。餌は大抵攻撃的に捉えるが、 探しながら少しずつ集めることもある。カカド国立公園では、本州はよくパンダナスのパンダナススプラリスの葉の根元で餌を探す。元アシュ、e c サイオンオーティスの祭事それら以外の食事としては、植物からの花粉、ベリー、蜜などで、ススキの貴族やユーカリのスカーレットガムなど、それにバナナあるいは特にブドウのような栽培作物からのものによる。一般に、 例えば、ダーウィン・ウリー・バット、ストリンギーバーク・ロング、フリューテッド・ブラッドウッドの花のようなワンの形をしたところで再植することを好み、続いて、バンクシア内締メイラレウカのようなブラシ状の果女の花や、クレビレア族など管の形を持つような花は、他のものと共にたまにしか選ばなかった。通常、とても好奇心旺盛で、気さくな本種はよく、キャンプ場に侵入し、 食べられる果実や昆虫、ジャムや蜂蜜の容器からの残り物などを探し、特に牛乳がお気に入りである。親鳥は、ヒナの餌に、昆虫、果実、蜜、それにミルクを吐き戻していることが記録されている。アオツラミツスやアオツラミツスイは、その分布域全体にわたって繁殖すると考えられる。繁殖期は6月から1月で、この間に1から2回繁殖する。巣は コウモリランや島を大谷渡り、ススキの貴族などの木の股に、枝や樹皮の破片で作られ、粗雑な深い湾形である。マッカイでは、パンダナスの木が映像場所としてよく知られる。本種はしばしば他の種、最も一般には、オーストラリア丸端の古い巣を回収して使うが、同様にクリボウシーオーストラリア丸端のほか、ツグロハゲミツスイヒメハゲミツスイやコブハゲミツスイ。 黒顔蜜水やレ乱れ蜜水などの蜜水類、そして笠ササフ笛ガラスやモズガラス属の各種、並びに土どりなどの巣も使われる。クイーンズランド州の公園では、ペーパーバークにあったユーカリの木の樹皮で覆われた古い丸橋類の巣が、青面蜜水により占有され、ペーパーバークの細長い切れ端で、再び補強されていた。2個ないし稀に3個の卵を産み、 卵は3 2 2 2、mm、トルで、赤褐色あるいは紫色を帯びており単行桃色のブッチがある。メスの実が16から17日間にわたって放卵する。すべてのスズメメの鳥と同様に、ヒナは万生性である。ヒナは目が見えないまま生まれ、背、肩、翼の一部分にある、まばらな褐色の綿はのさにだけ覆われている。日が経過するとの目が開き、 6日目になると翼に筆毛が現れ、7から8日目には体の残りの部分に出現する。死有の親鳥が共にヒナに救治し、また、時にヘルパーによって手助けされる。2から10羽の群れが共同で繁殖し、ヒナに対しても共同で救治されることも知られる。オーストラリアオニカッコウや灰色カッコウは、青ツラ密イに濁乱することが記録されており、また、 笑いカワセミがヒナを餌としたという記録がある。青ツ,ツスイは、他の大型のミツスイ類と同様、他の鳥類に対して攻撃的であると共に人に、対しても時に攻撃性を示す。また、バナナの果実を採示することから、バナナ農場より嫌われる存在として知られる。青ツ,ツスイは、アメリカでは、シカゴのリンカーンパーク動物園、フィラデルフィア動物園、 バーミングハム動物園、インディアナ州、サウスベンドのポタートミ動物園、イングランドのチェシントン動物園、スコットランドのエディンバラ動物園、また、オーストラリアでは、シドニーにあるタロンガ動物園で展示されている。ありがとうございます。